アラブ首長国連邦とイスラエルアブラハム和平協定合意。アラブ首長国連邦とイスラエル国間における平和条約及び国交正常化。通称アラブ首長国連邦、イスラエル平和条約。アブラハム合意、アブラハム協定ともは2020年8月13日にアラブ首長国連邦とイスラエルの間で締結された外交合意である。アブラハム合意という名称は アブラハムの宗教の始祖でかつ、ユダヤ民族とアラブ民族の共通の父祖である、アブラハムの名にちなんで、アブラハム合意と名付けられた。ウォールストリートジャーナルによると、アブラハム合意と命名したのは、米軍のミゲルコレア少将である。同記事によると、アラブ首長国連邦は2015年イエメン内戦に介入していたが、2017年8月11日、後続のザイード、ビンハムダン。 あるナヒアンの乗ったヘリが敵軍に撃墜された。UAE は密かに米軍に救出を要請し、コレアが救出に成功した。コレアが UAE の大きな信頼を得たことから、米国と UAE の交渉が急速に進んだという。アメリカホワイトハウスにて、アラブ首長国連邦とイスラエルの国交正常化をメディアに公表するドナルド・トランプ大統領。 2020年8月13日2020年8月13日、アメリカ大統領のドナルド・トランプが、アブダビ公大使のムハンマド・ビンザ・イド・アール・ナヒアーン、イスラエル首相のベンヤミン・ネタニヤフとの電話会談を、ホワイトハウスの執務室で発表する形で合意が、明らかとなった。この合意により、アラブ首長国連邦は1979年のエジプト・イスラエル平和条約、 1994年のイスラエル・ヨルダン平和条約に次いでイスラエルと国交正常化したアラブ世界の国で3番目となる。同時にイスラエルはヨルダン川西岸地区の併合計画を保留することも合意した。ヨルダン川西岸地区は1967年のイスラエルによる軍事侵攻によって事実上イスラエルの支配下に置かれていた地区である。 両国の国交正常化を流したのは、イランとの緊張が高まったことによる。アラブ首長国連邦が独立した1971年以降、長年アラブ首長国連邦はイスラエルを敵として認識していたが、両国のイランとの緊張が高まったことにより、アラブ首長国連邦とイスラエルは水面下で関係を深めていた。2015年7月14日に、 イラン核協議に関する最終合意がなされるも、イスラエルはイランが核兵器開発計画を秘密裏に実行していることを疑っており、イランの核兵器開発計画によって周辺国の治安に影響を与えると考えたアラブ、主張国連邦とイスラエルは非公式に軍事協力などを結んでいた。さらにイランはシリア内戦やイエメン内戦といった 代理戦争において反米勢力を支援しており、このことが新米国家のアラブ首長国連邦とイスラエルとの対立を招いた。2020年9月11日にはトランプ大統領はバーレンをイスラエルと国交正常化で合意したことを発表した。15日、イスラエル、アラブ首長国連邦、バーレンはホワイトハウスでアブラハム合意に調印した。 日本のメッシュ産業は、国交正常化は UAE が、基本的に、パレスチナの大義を捨てたものであり、我々のような自由主義国、民主主義陣営にとっては極めて喜ばしい、歓迎すべきものと主張した。また、国交正常化への批判は、パレスチナ自治政府のアパースやハマスのハニーやら、自らの懐に入れ、あるいは武装テロ組織の資金として用い、 破壊行為と殺戮を先導してきた者たちが世界平和に反対するものであると非難した。佐々木新と朝日新聞は一連の国交正常化はパレスチナを孤立させ、米国、イスラエルによる和平案、繁栄に至る平和を飲ませる思惑があると解説した。立山領事は UAE はイスラエルの技術を必要としており、アラブ諸国はイスラエルへの接近に、 様々なメリットを見出したと指摘した。他方、パレスチナ人が基本的人権をほとんど奪われている状況に変わりは、なく、に国家解決が現実味を失った以上、イスラエルはこれからもずっと、占領下のパレスチナ人と対峙し続けなければならないと指摘した。また、国際刑事裁判所によって、イスラエルが戦争犯罪で起訴される可能性を指摘した。 2020年9月21日、オンラインで、中東の平和、安全保障と繁栄のための新たな道を開くためにと、題されたシンポジウムで議論された。アラブ首長国連邦、イスラエル・バーレーン、米国、フランスから14人の専門家が参加し、アブラハム合意によってもたらされる可能性などを、議論した。イスラエルの人権団体、ビートセレムは、イスラエルは、名目上、 ヨルダン川西岸の併合を棚上げしたが、実質的に併合し、国際法に従わない形で、占領統治を続けている現実に変わりはないと批判した。また、イスラエルによる併合の動きに対し、国際社会は具体的な制裁で脅すという、珍しい措置を取ったが、イスラエルが当面併合を行わない見返りに、いつも通りのビジネスに戻り、イスラエルが代償を払わない、 継続的な奴隷制政,政策を正当化したと批判した。2020年9月4日、米国の仲介で、コスボとセルビアが、経済関係正常化で合意した。同時に、イスラエルは、コスボと国交正常化し、コスボの在イスラエル大使館を、イスラム教が多数派の国で初めてエルサレムに置くことを明らかにした。また、セルビアの在イスラエル大使館のエルサレム移転を発表した。 ただし、セルビアの在イスラエル大使館移転については、米国の独断だったのではないかという報道もある。セルビアは、その後、イスラエルがコソボを独立国家と認めるならば、セルビアは大使館を移転しないと、軌道修正した。10月23日、米国の仲介で、イスラエルとスーダン暫定政権が国交正常化で合意した。ただし、 スーダンは2019年スーダンクーデター後の暫定政権であるため、正式な国交正常化は民政移管後になる見込みである。11月10日、米国は UAE がイスラエルと国交正常化したことを受けた装置として、ステルス戦闘機の海 -35 及び無人攻撃機の MQ-9 リーパーの売却を承認し、議会に通知した。 UAE への買いマイナス35の売却に反対してきたイスラエルは容認する意向を10月23日に発表していた。12月10日、米国の仲介でイスラエルとモロッコが国交正常化で合意した。米国は見返りに西サハラのモロッコ領有権を承認した。12月12日、イスラエルとブータンが国交正常化で合意した。米国の仲介ではなく、 イスラエル単独での合意であるという、ありがとうございます。